はい、皆さんこんにちは、どうもご紹介ありがとうございます。みなとみらいでクリニックをやっております野本と言います。今日は1時間弱ですけれども、膝痛の予防と治療ですね、それの最前線ということでございますので、なるべく新しいお話を皆さんに分かりやすいようにさせていただく予定でございます。それにつけてもですね、この新型コロナウイルス感染拡大の中ですね、こうして膝痛対策の講演会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。またこうした講演会を開催するにあたりまして、大変な準備だったと、準備に細心の注意を払ったスタッフの皆様、西区の皆様に感謝申し上げたいと思います。それではよろしくお願いいたします。さて、もう皆さん資料をですね予習されてしまっているので、もうお分かりかと思いますが、この数字何を示しているかご存知ですか？大体分かります。では次の数字は何を示していますか？はい、約10違いますね。女性だと10以上違ってますね。はい、答えは上の数字が平均寿命でございます。下の数字が健康寿命でございますね。日本は長寿の国でございますので、男性ももう80歳を平均寿命を超えましたね。ところがそれよりも約10年低いこの数字はというのが、この健康寿命ということになります。健康寿命というのはもう私がこうした講演を始めた頃はなんじゃそれはとよく言われましたが、最近の皆様はもう重々承知かと思いますけれども、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間と、ちょっと難しく書くとこのようになりますけれども、要するに歩いて過ごせる期間ということでございます。さらに支援や介護ですね、そうしたことを必要なしに自立できる期間のことを、健康寿命というふうに呼んでるわけですね。したがって先ほどの数字10年以上の格差がございましたけれども、日本人は皆10年ちょっとですね、支援や介護を受けて、そして生物としての寿命を閉じているんだということがわかります。この健康寿命と平均寿命をいかにして縮めるかということが、今厚生労働省でも大きな問題となっているわけですね。私たちの次世代の若い人たちの支援、それから介護をできるだけそうした負担を少なくするにはどうしたらいいだろうかということが課題になっているわけでございます。さあ、それではそのじゃあ要支援とか要介護になった原因の疾患って何が一番多いんだろうということですけれども、多分脳溢血とか脳血管じゃないかとか認知症じゃないかとか、予想はつくところなんですが、よくよく検討してみますと、これ第1位は運動器の障害というふうに書いてありますが、運動器とは動作をする上で大切な器官ですね。例えば骨、筋肉、それから骨や筋肉を動かす神経も入りますね。で、関節っていうのがないと動きませんから、関節を構成する軟骨、関節っていうのは骨と骨をつないでいる場所ですから、それをつないでいる組織のことを靭帯とも言いますけども、そうした要するに手足、背骨、この辺のことを運動器というふうに呼んでおります。で、この運動器が障害することによって要支援要介護になる方が実は第1位なんだということを、ここでちょっと、認識していただければと思います。これ平成25年の資料ですけれども、5年以上経っておりますけれども、これ大きな変動はございません。そこで日本整形外科学会はここに注目しておりまして、運動器の障害によって介護や介助が必要な状態ですね、これを何とかせにはいかんということで、こういう状態に
対してロコモティブシンドロームという名前を付けました。これ以前にあったメタボリックシンドロームというのがありまして、メタボメタボ、それに対してロコモロコモという言葉が最近はだいぶ普及されたと思いますけども、当初はなかなかこうした講演会を開いてもロコモとは何でしょうって分かる方は手を挙げてというと 1,2 名という時代もございましたが、今はおそらく 40% ぐらいの方、あるいはこうした講演会ですとですね、皆さん興味をお持ちの方が多いので、半分ぐらいの方がもうロコモティブシンドローム完璧に分かっている、あるいはある程度分かっているという方が多いと思います。そういうことで、まあ、運動器がどうもおぼつかなくなってきて、そして介護や介助が必要になる、そうすると10年くらいで寿命が終わるというような運命ですので、これは対策を取らなければいけないと、いつまでも歩けるようにしなければいけないということで、日本整形科学会が2007年にですね、提唱した疾患でございます。で、これを日本語では運動器症候群というんですけども、まあ、なんとなくパッとしないので、今ではこのロコモティブシンドロームという言葉を広めてくださいということで一生懸命広めているところでございます。日本国内にはロコモの予備軍は4700万人いるということが、分かってまして、これ相当の人数ですので、この対策を取っていかなければなりません。さて、ロコモティブシンドロームはですね、実は整形外科の学会が分かりやすい動画を作って、宣伝しております。ちょっと皆さんにご覧いただきたいと思います。この人40センチの台から片足で立てますよということを示しています。皆さんが座っているお椅子ぐらいかな、40センチから手を組んで片足で立ち上がれますかっていうことですね。はい、これ片足で立ち上がれる方はロコモではありません、まあ、こうしたアスリートの人ですね、こうした方は当然立ち上がれます。小学生でも時々危ない子はいるようですけれども、そういうのを子どもロコモって呼んでるそうです。これ今やってみようと思わないでくださいね、これで転倒されると大変なことになりますので、後ほど安全を十分確認の上お試しになるのもよろしいかと思います。まあ、このようなですね、40センチから立ち上がる、非常に分かりやすいんですけれども、ロコモティブシンドロームの診断はこれだけではございませんけれども、非常にこれ分かりやすい指標でございまして、時々私も自分で確かめてます。危なくなってくる日もあります。では時間の関係でちょっとここら辺で止めます。さて、こうしたですねロコモティブシンドローム、ね、片足で立ち上がれない、これ片足で靴下履けないなんて人結構いらっしゃると思うんですけど、そういった方たちもちょっとロコモになりかけてますね。こうしたロコモの状態というのは皆さん何らかの疾患を持ってらっしゃる、原因疾患っていうのがあるんですね。その原因疾患は3つ大きな疾患がございます。今日は膝のお話ですので、膝を第1番目に取り上げましたけれども、変形性膝関節症約2500万人、実はもっと多いのが変形性腰椎症ですね、腰腰痛の方、これが3800万人。そしてもう一つ、特に女性の方、関心がおありになるんじゃないかと思いますけども、骨粗鬆症でございます。骨粗鬆症は腰と大腿骨っていうのは、これは股関節ですね、ここで分けますとこのように約1700万人という大きな数の方が、こうした疾患にかかられていて、これらの疾患がロコモティブシンドロームの三大原因となっております。
人それぞれの人は膝だけ腰だけ骨だけではなくって2つ3つ兼ねている方も当然たくさんいらっしゃるわけですね。さて腰痛や骨の話はまた別の機会に皆さんも気になることもあるかと思いますし、それぞれ皆重要な問題なんですが、本日は膝のお話ですので、今日は変形性膝関節症に関してお話を進めさせていただければと思います。変形性膝関節症というのは後に詳しく説明しますが、簡単に言いますと、お年を取って徐々に筋力が衰え、そして骨も弱くなる。さらに言うならば骨の表面にある軟骨ですね、これがすり減ってくると。そして徐々に骨も変形し歩けなくなっていくというような疾患ですね。昔はよく整形外に行くと、これ年のせいだからしょうがないって一言で片付けられてしまったと聞いておりますが、そういう疾患でございます。見ますと40代からもう始まるんですね、早い人は。で徐々に当然増えていきます。ピンクが女性です、ブルーは男性です。見てわかるように女性の方が約 1.数倍、男性より変形性膝関節症、膝痛の人が多いんですね。骨粗鬆症なんかもそうです。腰痛は逆で男性が多くなっています。ということで、なぜ女性が多いのか。一般的には女性はホルモンの影響と、それから女性の方が足の筋力が弱いからというふうに考えられています。ではこの変形性膝関節症、皆様がここにご参加の皆様がすでになっていらっしゃるか、あるいはこれからなる予備軍かもしれませんので、この変形性膝関節症について、解説していく前にですね、膝関節の仕組みをちょっとお勉強していただければと思います。これは整形外科に行くとよく撮られる、膝を正面から見た写真、それから膝を横から見た写真でございます。膝には主に4つの骨、大腿骨、膝蓋骨、お皿と呼ばれる骨、それから頸骨、腓骨という骨がありますが、関節を作っているのは大腿骨と頸骨と膝蓋骨、この3つの骨からなっています。でこれ正面から見た写真で、こういうふうに撮るとなんか骨が浮いているように見えるんですね。これは立って撮った写真ですけども、こういうふうに浮いて見えるのは、ここに軟骨が存在しているからで、この幅が非常に重要でございます。こうしてみます。これは普通のレントゲン、ここのところを詳しく MRI というので撮った写真ですけども、骨の表面にこのグレーの覆うようにしてですね、軟骨が覆ってるんですね。こんなイメージです。骨の上を軟骨が覆ってるというような構造になってまして、この軟骨の性能はですね、非常に弾力性もいいし、それから摩擦が少なくて滑りがいいんですね。ですから衝撃を和らげる働きや関節の滑りを良くする働きがございます。で何といってもですね、これ神経と血管がないので、痛みをツンツンとこう刺したり傷つけたりして痛みを感じない、こういう性能がありますので、高いとこから飛び降りたり走ったりしてもいちいち痛い痛いと感じないわけですね。非常によくできております。でこの軟骨の成分がよく時々、宣伝等で聞かれるかもしれませんが、コラーゲンであり プロテオグリカンという、こういった成分と水でできているということが知られております。骨をカバーするように軟骨が覆っていると、その軟骨があるから痛みなく関節って動いてんだなというところを認識していただければと思います。じゃあこうした構造をご理解していただいた上で、膝痛の原因と変形性膝関節症について次のスライドでお示ししたいと思います。はい、もう一度先ほどのレントゲンを今度は絵で出しました。大腿骨っていうのがあって、この水色の部分が軟骨です。この軟骨があると、先ほど申し上げたようにクッションであって神経ないから痛みはあんまり感じない、ほとんど感じない。ところが年齢が経ていくにつれて軟骨がすり減っていって、こんな風になったらどうなりますかっていうと、
軟骨がなくなっちゃって骨同士がむき出しになっていますね。そうなりますとですね、骨っていうのはここに神経断端、神経末端ってですね、非常に痛みを感じやすい神経がいっぱいありますから、だから骨折ってすっごく痛いんですけど、ここのところに摩擦が生じて痛い痛いという日々毎日になってくるわけです。その前にですね、完全になくなる前に、じゃあ途中の段階はどうなのっていうことですけれども、途中の段階でも痛いんです。なぜか。だって神経ないじゃない。なんですけれども、実は軟骨がすり減ると、この軟骨の破片が関節の中に散らばるんですね。そうしますと、周辺の細胞がそれに気づいて、炎症というのが起こります。そうすると血液から水分が漏れて、水が溜まるという現象が起きるんですね。そうしますと関節の内圧が高まってパンパンに腫れて、それもまた別の種類の痛みが出てきます。ですから、軟骨はすり減り出すといろんな痛みを出すんだということをここでご認識いただければと思います。まあ、レントゲン撮ると、はい、これがまあ正常なレントゲンですね。最終的に変形が進むとこんな風になっちゃいますよということで、これは内側、膝の内側だけがすり減って足が O脚になってしまった変形性関節症の末期の状態であります。じゃあ変形性膝関節症っていうのはいきなりこういう風になるでしょうか？そうではありませんね。年齢とともに徐々に進んでいくわけで、そういう段階的な状態をレントゲンで評価して分類した方が海外にいらっしゃいます。これ1957年にそういう論文が出てるんですけど、なんと1957年に出た論文が今でも使われているという、これは非常に、偉大な論文だったということがよくわかるかと思いますが、普通にレントゲンを取りましょう、立って取りましょうということです。そうするとだんだんすり減っていきます。このすり減りの度合いに応じて1度、2度、3度、4度というふうに、分類しております。0は正常です。1度は怪しいというか、まあ、なり始めですね。それから2はレントゲンですり減りが見えるので軟骨がすり減って、3度はだいぶすり減って、4度はとうとう骨がくっついちゃったという、こういう順番になっていて、おそらく整形外科に行けば膝の専門の先生でなくても1度だ2度だ3度だ4度だっていうのは十分わかるはずです。もしかしたらそういう説明を受けている人もいらっしゃるかもしれません。そういうふうにして長い間かけて進行していくということを一つ、覚えておいてください。さて、じゃあ実際には皆さんレントゲンをご自分で取れるわけではないので、どういうふうにして判断したらいいかというと、最初に来るのがだいたい立ち上がる時の痛み、歩き始めの痛みです。初動痛と言います。動き始めの痛みですね。これが変形性膝関節症の始まりだと思ってくださって間違いないです。あと正座すると痛い、それから、階段とか坂道の下りで痛いということもあるかと思います。これはまあ初期ですね。比較的初期の症状と考えていただいて、まあ、この辺の時にはどうするか、これはもう後ほど申しますが、今日の講演で申し上げるこの膝体操の体操の最も有効なレベルと時期と考えていいと思います。ただそれを過ぎて平らなところも歩きにくいし、安静時でも痛いし、膝がどう見ても腫れてるっていうような場合にはですね、無理して体操したり歯食いしばって我慢したりしないで整形外科を受診していただくのがよろしいかと思います。で、変形性膝関節症、じゃあ医者に行ったらどういう治療をされるんだろうということでございますね。これはもう世界的に推奨される治療が決まっておりまして、保存的治療すなわち手術以外の治療はこの2つに大きく分かれます。薬を使わない治療ですね。薬を使わない治療で最も推奨されているのが運動療法です。膝周囲の筋力トレーニングと言われています。それから次に、まあ、これもやっていいんじゃないかと言われているのがサポーターですね。装具の治療法ですね。それから薬の治療もありますが、鎮痛剤を
飲んだり貼ったり、これはいわゆる湿布ですね、あるいはヒアルロン酸という物質を膝に注射したりというような方法がありますが、まあ最も推奨されているのはこの鎮痛剤の飲み薬なんですね。そういう方法で治療されていきます。そしてどうしてもこういった治療を行っても痛みが取れない人、それは先ほどお示しした第3度あるいは第4度のだいぶ変形が進んだ人です。そういう方は手術を選択される場合もあるでしょう。手術は、信頼できる手術は人工関節って人工の関節を入れる手術と、もう一つ骨を切って、骨の形を整える、膝の形を整える手術という2つの手術法が推奨されております。では保存的治療のその1、薬を使わない治療について、ちょっと現場の診療室でいろいろ聞かれる質問を交えながら解説をしていきたいと思いますが、さて、なんで運動療法を行うと膝痛が良くなるんでしょうか。常識的に考えて、痛い時って安静にしとくんじゃないのっていうふうに考えませんか。まあ、そういう考えも一つありますよね。お腹が痛い時はちょっと安静にしとけって言いますね。ところが膝痛の場合は、膝が痛い時に運動しましょうと言われます。以前は筋力がつくと膝関節が安定するというふうに私たちも教えられました。まあ、なんとなくわかる説明なんですが、その後いろいろ検証されて、実は運動しますと軟骨の細胞の炎症が取れたり、軟骨の成分であるコラーゲンがよく産生されたり、炎症を止める物質が産生されたりというですね、医学研究がなされたんですね。筋力トレーニングをすると本当にこういういいことが細胞レベルで起こっているということが分かりました。ですので膝が痛いときはじっと膝を安静にしておくではなく、適度な運動をするというのが一番いいんだよということが判明したわけでございます。じゃあどのぐらい適度な運動ってなんだということでございますね。これは日本の岡山大学が研究された方、研究結果なんですけれども、まあ、難しい、いろいろなことはさておきまして、大事なことは1秒間に1歩のリズムで細胞に刺激を与える。1秒間に1歩って結構ねゆっくりなリズムだと思います。1、2、3、4、こんな感じのゆっくりした歩行ですね。こうしたゆっくりした歩行で膝にストレスを与えますと、コラーゲンを作り出すためのいろんな細胞がですね出揃うんだという、これを日本から研究結果を発信できました。ですから膝が痛いから運動しろ、ガンガン筋トレするのか走るのか、そういうことではないんですね。そういう意味では、膝が痛いとき先生歩いていいんですかと聞かれると、私は歩きましょうと言います。じゃあウォーキングですかって、そんなに慌てずにゆっくり歩きましょうというふうに指導しています、ね、これ大事なことです。これを覚えておいていただけると非常に嬉しいです。はい、それでは次ですが、この膝のサポーターですね、サポーターって効果ありますかというふうによく聞かれます。通常の保温用のサポーターは実はですね、膝痛を抑えるにはあまり効果はないんです。ところがこういうごつい装具なんですけどね、ここに太ももがついて、ここにこう膝があるような、こうしたこの人はここにつけてますけど、こういう機能的な装具を使いますと、例えばこの同じ方です。これ同じ方が装具なしで歩いてます。非常に変形が強くて痛そうで、ゆっくり歩くのがやっとという感じですが、膝のサポーターをつけますと非常に安定するので、まあ、変形が治るわけではありませんけれども、非常に歩く速度が速くなりますね。ですので、まあ、言いたいことはですね、単なる保温用のサポーターはあまり効果はありませんが、本当にサポーターで動きを良くするには、このくらいしっかりしたものをつけないとダメなんだということを覚えておいていただければと思います。さて、
痛み止めの飲み薬、これが先ほども言ったようにですね、痛み止めってあんまり好きじゃない方多いんですけど、まあ、使い方によって非常に有効ですので、抗炎症剤、いわゆる痛み止めという皆さんが認識されている薬ですね、これは本当に痛いときは使って痛みを抑えて構わないと思います。ただ使い方注意で、漫然と痛みが和らいだり痛くないときに続けて飲んでると胃を痛めますので気をつけてほしいと思います。もう一つ、この通常の痛み止めを使ってもですね、なかなか痛みが取れなくてもう慢性化してしまう人っているんですね。こういう人たちはどういう状況が起こっているかというと、痛いって感じるのは神経が脳に命令を伝えます。膝の神経が脳に痛いっていう信号を送ります。脳はそれをどういうふうに制御するかというと、その痛みを、まあ、簡単に言うと痛みを感じにくくするための信号を送ります。ところが慢性的に痛みを抱えている人は脳からのその痛みを抑える信号がうまく機能しないんですね。そこに働く薬で抗うつ剤って書いてあります。これうつ病の薬だったんですけれども、今変形性膝関節症や慢性の腰痛に効くということが分かって、そういう方たちに使われる薬となりました。一般名をデュロキセチンという薬ですけれども、そうした薬ですね。これは慢性的な痛みを抑える薬で、長期連用、ずっと飲んで構わない、逆にずっと飲まないと効かないという薬で、そこら辺が使い方の難しいところではあります。今言ったお話を絵で示しますと、膝から痛い痛いという信号が出ます。普通の痛み止めはここの炎症を止めるんですね。でももう炎症が起ころうが起こるまいが、痛いという信号が慢性的に送られるようになってしまう人は脊髄に行って脳に行って、痛いぞ痛いぞと言います。で、痛みを止めろ止めろという、こういうお薬が、こういう信号が出てくるんですが、この神経をしっかり働かせるためのものが抗うつ剤ということですので、全く働く作用が違いますから、そこら辺はちゃんとお医者さんの説明をよく聞いて、薬は使い方がとても大事だということを認識しておいてくださるとありがたいです。さて、湿布、最近この湿布はですね、ただ冷やすだけじゃないですね、ただ温めるだけじゃないです。これは消炎鎮痛剤が皮膚から入っていくもので、研究によると、この皮膚から入った鎮痛薬は確実に膝関節の中の滑膜っていうと膜とか軟骨や骨に行き届いていますので、非常に有用なんですね。ですので、特によく効く、まあ、商品名、こういった商品名もございまして、こうした湿布も最近はすごく発達してますので、使い方によっては、とても有用でございますので、決して気休めではないので、ぜひうまく使っていただければなというふうに思います。さて、膝への注射ですね。膝の注射ってなんかどういうイメージでしょうか。まあ、こうやって、まず消毒をされて、ご経験もある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これよく消毒しますね。こういう関節の中は適当な消毒をすると必ずばい菌入ったら大変なことになりますから、十分に消毒して、そして注射を打ちますね。で、この中身、これは多くの場合ヒアルロン酸というものであります。ヒアルロン酸はよく美容の世界なんかにも使われてますけれども、膝の関節に関しては軟骨を保護したり栄養したり、潤滑ですね、滑りを良くするような効果があります。で、ヒアルロン酸の関節の注射っていうのは日本では非常に有効だと考えられています。特にあんまり膝の変形が進まないうちには有効だと考えられています。ところが欧米では、あまり進められていません。この違いは1回の薬の効果ではなくって、欧米の医療事情というのはあまり通院の文化が発達してないんですね。日本はたくさんクリニックがありますから、ご高齢になっても近くのクリニックに1週間に1回とか2週間に1回の通院が可能だと思うんですけども、
欧米は一つのクリニックに行くまで車で何時間とか、そういう状態の国がいっぱいありますから、そうすると通院の文化というのがなかなかなくてですね、1回で済ませられる治療、すなわちむしろこれだったら手術受けちゃえっていうようなことで、特に米国ですね、アメリカではこうした治療はなかなか受け入れられない、 つまり通院が頻回になる治療は受け入れられないため、残念ながらヒアルロン酸の評価は低いんですけれども、日本では特に早いうちからこのヒアルロン酸を打つととてもいいということが知られてますのでね、もし今注射を打たれている方、自信持って続けられるとよろしいかと思います。ヒアルロン酸飲み薬は残念ながら宣伝ではあるようなことを誤解を受けますけれども、内服ではですね、膝の関節には効果がないんで、そこだけはちょっと誤解のないようにしておいてください。ヒアルロン酸を飲むと腸の中で分解されて、ほとんど分解されてしまいますが、一部は血液の中に入ります。で、血液の中に入るんだけど、さっきも言ったように軟骨には血管がないので、残念ながら軟骨にはほとんど到達しないんですね。ですので飲んでも飲んでもダメだから、あれは飲まないね、膝のやるなら膝に直接注射しなきゃダメだというふうにご理解ください。さて、よく聞かれます、これも膝に水が溜まったと言われました、抜いていいでしょうかね。よく医者に行って膝の水抜かれちゃったからまた溜まっちゃいましたってよく聞かれますね。それ抜かれちゃったっていうわけではなくてですね、このお水は抜いた方がいいのか抜かない方がいいのかというと、炎症の結果すり減った軟骨の破片があると水が溜まるって最初に言いましたね。つまりあの水の中には軟骨の破片とか炎症の原因となる物質がいっぱい入ってるんです。そんなの取っといていいですか？ちょっと考えればご理解いただけると思いますけども、これは抜いた方がいいんですね。そこをぜひ、お間違いのないようにしていただければと思います。抜かれたからたまるんじゃなくって、抜いたんだけれども軟骨のすり減りが止まってないからまたたまるんでね。だからそこはまたヒアルロン酸を打つなどの対策をしていけばいいので、そこを間違えないようにしてください。膝の水は抜いてもらうのが良いということをここでご確認いただければと思います。さて、そうこうしてきました、でも手術を勧められたのですがということで、これどういう人が勧められますかといえば、まあ最初にも言いました、保存的治療、今までの治療をやっても無効だった人、ダメだった人ですね。そして膝の痛みのせいでもうこの人ちょっとこのままだと寝たきりになりそうだ、こういう人にはもう治療を諦めるんじゃなくって手術という手立てもあるんだということを一つ、覚えておいていただければと思います。手術は先ほども言いました、その、手術的治療ですね。これはその1として、これ世界的に最も推奨度が高いんです。膝の手術を受けるなら何の手術がいいですかといった時に推奨 A と言いましてね、一番手術成績が安定しているのはこの人工関節といいまして、これ膝にこう構造が似てるんですけどね、大腿骨にこういった金属をかぶせ、そして頸骨の方に土台を置き、そして真ん中にポリエチレンというね、この軟骨の代わりになるものを入れます。この軟骨はかつて10年ですり減りますからと言われましたが、現在はいろいろ改良の結果30年ぐらい持つようなものが開発されておりますので、人工関節置換術、膝のこの人工関節の手術成績が非常に良くなりました。こうして見るとまたここに隙間ができてね、あたかも軟骨があるように見えますが、ここは人工の軟骨が入っている。真っ白いところが金属になりますね。これがまあ一番おすすめされる手術法ではありますけれども、人工関節置換術はそれもそのはず、10年で約 1.5 倍に増えています。2018年が最後のデータありますけれども、2018年のデータでもう9000何百万人ですね、9万ですね、ごめんなさい、9万ではない、9万ですね、9万、まもなく1年間に10万例になるのではないかぐらいの症例が手術を受けています。
2008年が6万例でしたので、すごく伸びてるんですね。それからもう一つ、よく骨切り術ということが言われていまして、これもお話を聞かれた方もいらっしゃるかもしれません。第2の手術と考えてよろしいかと思いますが、これはこの人のお膝は内側の軟骨はすり減っています。外側はでもいっぱい残ってます。人工関節にしちゃうのはどうですかね、もったいないという気がしますっていうような方、それから年齢のお若い方、まだまだ活動したいっていうような方の場合には、ここで骨を切りましょうと。で、何するかというと、ここをグイッて持ち上げて、この足の形を変える、ここに人工の骨を入れて、これ金属のネジで留めて、膝の形を変えてしまう手術ですね。外側の軟骨にもっと体重がかかるようにするという、膝を簡単に言うと O 脚を X 脚に変えるような手術なんですけども、そうした骨切り術というのも日本の先生たちは非常に手術がうまいので、成功率が高く、今注目の手術にはなっております。まあ、ただしこれもですね、じゃあ今度外側に体重がかかるようになると10年ぐらいするとどうなるかというと、やっぱりまた軟骨すり減ってきますので、そこら辺もよく考えた上で、担当の先生と手術を決めた方がいいと思います。10年後もう一回人工関節に変えてもいいですかっていう話になりますのでね、よく慎重に考えられて決めたらいいかなと思います。まあ、手術も紹介させていただきました。さて、今までお話しした、じゃあヒアルロン酸注射や薬、運動療法、それでダメだったら手術、その他その中間的に何か手立てはないのかっていうことで、最近、新しい治療として再生医療とよく言われると思いますが、膝、変形性膝関節症の治療の中にも再生医療が取り入れられるようになりました。これ PRP 療法というふうに言われている、方法でございまして、これあんまり再生というイメージじゃないかもしれませんけれども、これご自分の血液をですね、採血させていただきます。そうするとその中に血小板という成分があるんですね。血小板っていうのは血を固める役があって、すなわち傷なんかがこう皮膚にできた時に血が垂れ流しになっちゃうと、これ大量出血になりますけど、それを早く固めて傷を治す、修復する能力があるんですね。その修復に必要なものは、ここにサイトカインって書いてありますけど、もっと分かりやすく言うと成長因子というものがあるんです。成長因子は、子供には成長、大人の組織には修復に働くという、よく私そういうふうに説明してますけども、その自らの血小板を取って、それを膝にもう一回打って、変形してしまった軟骨や骨を修復してくれないかなと期待する治療法であります。これ新しい治療と考えられています。実際の診療現場ではこういう治療もあるけどやってみますかというふうに言います。ご自分の血液だから安全ですよということね。もちろんご自分に感染症とかあるとダメですけども、そういうことがなければ安全ですよということ、それから、これは修復を促す治療ですから、ヒアルロン酸、同じ注射のヒアルロン酸にはそういった作用はありませんでしたね。栄養とか、潤滑とか保護とか言ってたけど、修復という言葉は一言もヒアルロン酸の中では言いませんでした。それはそういう力はないからです。ただこれは修復する可能性がありますよ、じゃあ OK って言ってくださった時に、一つ問題はまだ保険診療にはなっていません。従いまして全額自費になってしまいますので、施設によって違いますけども、何十万円あるいは100万円ぐらいするところも施設によってはありますし、施設によっては15万円ぐらいでやってるところもございます。片膝ですね、まあ、そのぐらいのお金がかかってしまいますが、まあ、それでもチャレンジしたいという方は採血をして、この採血の血液を3週間くらいかけて薬に変えてもらいます。まあ、これが採血シーン、血を取ったら会社に送って、こういうのを
再生医療の会社に送ってですね、工場でこれを製剤にしてもらいます。これは粉薬で来るんですけど、それを食塩水で溶かして、そして、まあ、これ実際の臨床現場で私がそれを打っているところですけども、ただ膝に注射をするというだけなんですね。で、そうやって再生医療をして、その結果はどうなんだというところを大変皆さん気になるかと思いますけども、こうした治療は日本では2年前ぐらいから始まってますけども、その結果として、世界の結果をまず言うと、世界ではですね、これはたくさんの論文を集めて1000人以上の論文を集めて結果を見たところ、まあヒアルロン酸よりも術後1年したところではこの PRP の方が優れていたという論文が出ています。私の事件で自分で経験した例は今のところ50人ぐらいの方で、36歳から87歳ぐらいまでの人が受けています。重要度、先ほど言った1度2度3度4度の違いですね。1度で受ける人もいるんですね、レントゲンでね。そういう方っていうのは必ずしもレントゲンが傷んでなくても、まあ、軟骨がすり減って炎症が強いということですね。もちろん4度、軟骨がほとんどなくなっちゃってこれ手術した方がいいのになという人も14人ぐらい受けています。そうした方たちの治療成績は、この色のついてるところはですね、これは痛みがなくなった人、無痛になった人です。それから青いのは改善した人です。白いのは変わんなかった人です。で、重症の人は半分が変わんなかった、で半分は改善あるいは無痛になりました。で、軽症の人は全、まあ、まだ2人しかいませんからね、これはね何とも言えませんけども、もうもちろんこれみんな良くなった。で、中間の人は7割8割ぐらいの状態の人が改善ですけれども、痛みが全くなくなるっていうところを期待されると、まあ見ると 20% 30% ぐらいですよっていうところ、これ私の自分の経験ですけども、日本のいろんな学会発表を見るとおおむね大体こんな感じであります。そういうことも一つ新しい治療ですけども、ここで提供させていただきました。さて、今まで膝の治療についてお話しさせていただきましたが、これからは予防の話に入りたいと思います。変形膝関節症の予防ですね、これ非常に大事な話だと思います。じゃあ膝痛どうやって予防しようか、まあこれは運動してると良さそうだということですね。その方、それはもうその通りです。歩行、水中歩行、それから膝痛予防体操がとても有効だということが考えられます。まあこうした本もですね、宣伝になっちゃって申し訳ないです、本も出させていただきました。それから運動しますと減量しますから、減量もいいというふうに考えられてますし、なんか変形性膝関節症にいい食事がないですかっていうことをよく聞かれますが、たった一つだけ生姜がいいという論文がございましたので、その生姜がよく、もしお好きな方は食べるともしかするといいかもしれません。さて、この膝痛の体操なんですけども、実は私今日この後講演される黒田先生と一緒に、最初にこの仕事を手掛けたのは横浜市の鶴見区、なぜかというと東部病院が鶴見区にあったからなんですが、そこでこうしたお話をいただきました。まあ、鶴見区はここにあるように人口が27万6千、高齢者は高齢化率が 18.8% というような状況でございました。2013年の時点で要介護の認定者は1万人弱というところでございました。鶴見区はここですね、横浜市と川崎市のちょうど間のところですね。で、事業立ち上げのきっかけは2008年でございます。膝痛のために外出が できないで、寝たきりになる人がいるんじゃないかということを、皆さん心配されていたわけですね。これ保健師の方々が心配されていました。最初の説明をもう一度思い出していただきたいんですが、ロコモティブシンドロームを日本整形科学会が発表したのは2007年ですから、この2008年の事業の立ち上げって非常に素早いで買ったんではないかなというふうに、私もこの活動を大変評価しているわけでございます。
で、事業の目的は何といっても膝痛のために閉じこもりになってしまう人を助けようと、そういう人を少なくしようということですね。で、事業は体操の効果をまず調べようというのが2009年、そしてその効果はあったならば今度は2010年にそれを広く普及していこうということですね。そして2010年はその鶴見区でその膝痛を予防するためのネットワークを完成させようということで、まあ、2008年からですから8、9、10、4年がかりでこうした事業に取り組んでまいりました。で、その時に医療面からのサポートと実技面からのサポートを私と黒田先生がご指名を受けたということの経緯であります。まあ、これは懐かしい、まあ、こうしたポスターでですね、まあ、3回いろいろとこう膝痛の予防体操講座をして、で、効果があるかどうか検証したいんだけどといった時に手を挙げてくださった人たちを検証させていただきました。で、その人たちがちゃんと運動をしているかということで保健師の方々が、家庭訪問してですね、ちょっとやりましたかって言ってチェックしたという、まあ、かなり、厳しい、体操講座を展開させていただきましたが、まあ、そうした体操をですねちゃんとやった人たちの、2009年に出た結果、まあ、いろいろなご意見をいただきました。で、軽い人も重い人もそれなりに効果があるということが分かりましたので、まあ、膝痛がすでにある人も当然、この体操はやってもいいんだということも確認できました。それから仲間がいると体操を継続しやすいということもよく分かり、なかなか一人では継続は難しいということですね。それから膝痛を軽減するだけじゃ、膝痛体操をしたのに腰も良くなったとか、まあ、気分も良くなったとか、いろいろな、何でしょう、付随する効果もあったということも確認できましたし、膝痛が軽減すると行動範囲が広がってより活発な生活を送れるようになると、まあ、私たちが最初に目標として掲げたことをそのままをその個人の意見として寄せてくださった参加者もいてくださったことが大変、まあ、我々スタッフの自信につながりまして、実際にですねこの検証体操前の歩き方、この方左のね歩き方、これ微妙なんでちょっと分かりにくいんですけど、こうふらつくというかですね、この方この線の間を歩いて帰ってくださいって言ってきたんだけど、こうなかなかそういうことが上手にできないんですけども、まあ体操をした後は、こうして、まあ微妙ですね、微妙ですけれども歩き方が安定するというような効果が得られて、これをですね参加者全員の方に皆さんにご自分のを見ていただくというようなこともしてですね、非常に盛り上がったのをよく覚えております。その後これを体操に効果があることを確認できたので、普及するためにこうした紙媒体を作り、さらに今ここでやっているような市民講演ですね、それから体操指導者たちの研修、こうしたことを行ってまいりました。そして最後に先ほど言った鶴見区のネットワークっていうので区役所さんが中心となり、ケアプラザ、スポーツセンター、そして医療機関も協力して、それぞれが皆体操を行う、で体操を行っていく上で医療機関に行った方がいいよという方には医療機関を紹介していただくというような、これを膝痛ネットワーク構想と言いまし名付けましたけども、こうしたネットワークを作ったわけであります。で、膝痛予防体操なんか名前をつけようよということになり、鶴見区の保健推進員の方たちのミーティングで、こういった方たちのミーティングでワックン体操という、そういう名前になりました。ワックンとは何か、ワックンとはワニでございます。ワニはなんでワニなんだ、多分ですよ、これね、地図で見ると鶴見区ってワニに見えるんですね。だからおそらくこの鶴見区のマスコットワニなんですけども、そのためにワニ体操じゃちょっとどうかと思うことで、ワックン体操というふうに変わったんではないかというふうに私は想像しておりますが、そうした名前がつくようになって、そして、これ今の時代ですので、まあ、DVD にしたり YouTube に上げたりしてですね、
体操の動画、まあ、こうした動画ですね、を広めていった。これ YouTube を開けるとこのような、この方たちはもうあの区役所のスタッフの方ですけども、まあ、このような動画を YouTube にもアップロードしたということであります、まあ、こうした試みはですね、皆さんの住んでいる西区にも転ばん用体操がございますね。ですので、今日本全国いろいろなところでこうした膝痛予防体操あるいは転倒予防体操が盛んに、まあ、作られておりますが、それぞれの体操にはおそらく私たちがワックン体操を構築したようなそれぞれの思いやそれぞれの苦労があるんではないかなということで、想像しているわけでございます。まあ、以上ですね、いろんな話をさせていただきましたけれども、今日は、復習をいたしますとですね、まず皆さん健康寿命大事にしてくださいね。そのためにはロコモティブシンドロームになってはいけない。ロコモティブシンドロームになる大きな原因は膝痛だ。膝痛は皆さんたちの膝痛はほとんどは変形性膝関節症、その治療は説明させていただきました。でも予防も、いや予防こそが大事だと思います。予防には何がいいか、体操ですね。生姜食ってもいい、生姜もありますけども、でも体操しましょうということで、この後、黒田先生の実技に入っていきたいと思います。はい、ご質問ありがとうございます。膝の靭帯っていうのは骨と骨をつなぐ筋ですね。靭帯が何らかの損傷を受けますと、膝と膝、骨と骨との関係がこうずれて異常な動きをするようになります。そうすると通常の健康な方よりも軟骨のすり減りがもっと早くなっちゃう。だから靭帯損傷の後遺症として必ず変形性膝関節症が生じます。健康な人より早くなっちゃうので、まあ、靭帯を治しておくことも大事だし、それから将来そういう心配があるんだなということをよく認識されて、今から予防に努めることはとても大事なことです。はい、質問ありがとうございます。まずごく早期からね、こう関心を持っていただくと非常に重要で、こんな軽いのに来ちゃダメだよなんて昔はよく言われたんですね、経営側も一緒にね。でも今は初期よりももっと早い段階、早期変形性関節症というのがあって、そこからもう手をつけていくことが大事だというふうに言われてますので、ご質問のあなたのような状態で関心を持っていくことは非常に重要なことです。それでヒアルロン酸ですけれども、ヒアルロン酸というのはもともと自分の膝関節の細胞が作る能力を持っています。ところがお年を取って軟骨が壊れていくと、そのヒアルロン酸を作る能力が落ちるんですね。だから注射で補うんですね。だけど注射で補っていくうちにヒアルロン酸を作る細胞が目が覚めて、あ、やっぱり作んなきゃと思って自分で作るようになることがあるんです。ですのでヒアルロン酸というのは一生ずっと打ち続けなきゃいけないかというと、そうじゃなくて自分の細胞がちゃんと働くようになればそこで打ち切りになります。それから自分の細胞がヒアルロン酸を作っているうちにヒアルロン酸を注射で打ち込む必要はありません。あと、PRP再生医療ですね。再生医療の方も同じで、今ごく軽いうちは運動療法などでカバーできますから、再生医療を早くやったから変形性膝関節症に移行しないんじゃないか、それともするのかっていうのはまだ研究段階で、それは結論が出てないです。ですのであんまり早くから何十万円もお金を投資するのはちょっと無駄になっちゃう可能性もあるから、それよりも体操した方がいいと思います。はい、ありがとうございます。昨年の講演ぐらいまではサプリメントの項目入れてたんですけど、ちょっと今年から省いちゃってすみません。あれはですね、サプリメントというのは医薬品として認められなかった。これは実は検証されたことがあるんです。西暦の2000年頃のお話です。サプリメントは効果があるんじゃないか、効果あるぞっていう研究発表と、いや、サプリメントを飲んだ人と飲まない人と全く変わらなかったということと、いろいろあったんですけども、結局はサプリメントを飲んだ人とサプリメントを飲まなかった人、変形性膝関節症の治療にも予防にも差は出なかったということで、薬としては認められませんでした。ですのでテレビで宣伝しているのはあくまでも個人の感想でございます。
必ずこっちの下の方にちっちゃく個人の感想でって書いてありますね。ですので医学的なデータとして差は出なかったので、まあ薬ではないので、整形外科の学会としては患者さんに勧めてはいけないということになってますので、けれども、まあ、それは患者さんの意思で自分には効いたという人もいらっしゃいますのでね、試してみるのは悪くはないと思います。ただし絶対効くというのは医者の立場から絶対効くって自信持っては言えません。